はい、アメです。よろしくお願いいたします。それでは今回は10分切れ負け、相手の方は5段の方になりました。よろしくお願いいたします。今回ちょっと、友達対局で、雁木でね、相手の方も全国経験者ということでめちゃくちゃ強いんですけど、雁木が最近いじめられてるということで、ちょっと、雁木対張九戦をね、やってみようということで、研究していたんですが、その研究成果をこの対局にぶつけていきたいと思います。藤井二冠が野月八段を下したりとか、あと羽生九段も野月先生相手にこの形やって、大丈夫かな、優勢にはなったんですが、最後逆転負けしてしまったというのがありました。銀そっちか。あれですね。藤井二冠は一応、あれですね。8五歩7七角入れた状態から3五歩行ったんですけど、8五歩入ってないんで、どうしようかな。7八銀で囲う手もすごく有力で、それ、私以前、将棋ウォーズでも指したことあるんですけど、どうですかね。3五の方がいいかな。いやー、これちょっとどっちかな。7八銀もすごく魅力的ではあるんですが、より積極的に行ってみますか。多分、このタイミングですね。行くとしたら。そうですね。これ、同歩と取ると2六銀というね、棒銀が非常に速くなるので、で、居玉ではその棒銀をちょっと受け切ることが難しいということで、3二金になったと思います。そうですね。この3四歩同銀3八飛車っていうのが一つの形になりますね。ここで8五歩来ました。7七角と上がれば、プロの実戦例に、大体合流してくるんですけど。どうしようかな。ただ、一回なんか、棒銀上がってみる手も十分ありそうですね。なんか、一回ちょっと上がってみるか。8六歩同歩同飛車って、実は、ほっといても8七飛車成となれるだけなんで、そんなに大したことないっていう意味もあるので、ちょっと上がってみますかね。非常に怖いですけど。で、3五歩みたいなちょっと無理した手だったら、そこで7七角と上がればいけるという感じですね。さすがに銀引くんですかね。そりゃね。一発入れて。そうですね。これ4二角とかだと3五銀から4四銀があるので、2二角は当然ですね。で、こっちもちょっと8六歩同歩同飛車まで行かれちゃうとちょっとしんどいので、一回さすがに3四歩まで利かしたので、向こうの言い分も聞きたいと思います。ですね。7六飛車から2六銀を狙ってくる狙いがありますので、それを食らわないようにしたいですね。また強く、7七角と上がってしまって、あえて7六飛車を押さえとくして、3五銀っていうのは十分あります。7七角に向こうもちょっと、8筋に飛車を引くようでは、気合負けっていう意味もあるので、実戦的にはやっぱり横歩の方を取りたい感じになるんじゃないかなというところですかね。上がってみっか。決して損にはならない手なんで、今、6六角待ったかな。でも、決断早いですね。やっぱちょっと、8筋に引くようでは、実戦的に気合負けっていう面が大きいかなというとこですね。8筋に引く手も十分考えられるんですが、またちょっと感想戦でやってみたいと思います。7分。今、上がるか。これであれですね。2六飛車を受けつつ3五銀で、前線に銀を繰り出していくという形になります。これで、あれですね。そうですね。8二歩とかほっとくとあったんで、8二歩を受けてこられました。こっちもちょっと一回2八飛車から2四歩同歩2三歩を見せていけますかね。7九玉と囲う形になかなかならないんですが、向こうとしては4五歩の切り札、あるいは7七飛車成という切り札をどこで発動するかと、そういうタイミングを見極めながら、駒組みを進めていく感じになると思います。
いやー、まあ、やっぱちょっと、あれですね、左辺が、ごめんなさい、右辺がね、非常に2四歩同歩同銀とかから危ない格好になったんで、6一玉、7一玉で、王様を戦場から遠ざけるっていうのは、非常に、あれですね、理にかなった感覚だと思います。しかし、2四歩同歩、2三歩打つとどうするんですかね。角引く、2四歩同歩、2三歩に角引くのはちょっと、あまりにも利かされすぎな感じはしなくはないですけど、2四歩同歩同銀、どうですかね。行ってみっか、ちょっと。ノータイムで。早いな。これであれですね、3一角と引くか、同金と取るかなんですけど、3一角は角が隠居してしまうので、シンプルに2四銀とか、あるいは2四飛車とかさばいたときに、ちょっと、向こうが陣形が窮屈な感じは否めないですね。まあ、で、まあ、同金は同金でちょっと強く2四銀と踏み込んだ時に、例えば2七歩同飛車2六歩なら2三銀と金を取ってしまって2七歩成2二銀成という感じで、その場合は角金と飛車の取引になるのでこちらが金得になります。向こうは、飛車を取ったメリットを2八飛車とかで生かしたいと思うんですが、どうですかね。まあ、6一玉型が結構中途半端なんで、難しいとは思うんですけど。まあ、いけますか、さすがに。銀叩く、取る、叩く、なる、なる、取る。まあ、2八飛車はもちろん怖いんですけど、まあ、それ以上にやっぱり向こうの王様が不安定なんで、あと6五角とかありますからね。角持てば6五角のラインもあるんで、まあ、行くしかないですね、これは。3四金といなしにかかる手もあるんですが、シンプルに2三銀ならずと、金と角の両取りをかけて、ちょっとさせそうな別れになりそうですね。まあ、叩いて叩いて3三角みたいな手はあるんで、3四金に対して、何ですかね。もうちょっと鮮やかな手が、例えば3三銀成とか、鮮やかな手があればいいんですが、なかなか容易ではないですね。3四金か、まあ、2七歩か、2択ぐらいになるかなというとこですかね。あと、同金だけはちょっと同飛車でさすがにないと思うんですけど。まあ、これはちょっと迷いますね。同金、3四金か、まあ、2七歩か。あるいは2七歩一発入れて3四金とか、いろいろ組み合わせもたくさんあるので、ここはちょっと難しいですね。どっちがいいのか。あるいはまた別の手があるのか。ああ、やっぱり。まあ、そうですね。まあ、取りますか。読み通り。成りか、成らずか。まあ、一回成らずの方がいいか。いや、ここなんですよね。ここちょっと成りか、成らずか、すごい難しいところで。どっちがいいかな。なる方が、わかんないな、ちょっと。まあ、これ難しいですね。ならずで三三歩成り見せた方が良かったかな。で、これ次、6五角があるので、まあ、2八飛車は7九玉と一旦引いた後が問題ですね。6五角をどうやって受けるか。まあ、7七飛車成りと切って同銀なら8八歩同銀、8七歩同銀、8八角を狙うみたいな、2八飛車7九玉、7七飛車成りで。まあ、同銀は8八歩でちょっと嫌な気持ちが湧きますので、同桂ですかね。同桂と取った局面で次、3一飛車が厳しいから、ちょっと無理筋ですかね。おー、すごいな。6五角をじっと受けてきましたね。5分。いや、まあ、一発ちょっと筋で。次、8一歩成となれば大成功ですし、同金も形がだいぶ歪みますし、7一玉も手筋として一つあるんですが、まあ、8一歩成同玉、8四桂と打つとかなり厳しい攻めになりますね。
8二金なら8三歩同金7二金というラインを狙えます。まあそうですね、叩きの歩。取れば6五角が結構きついんで、7二金も8二金と食らいつけば相当嫌なんじゃないですかね。取りましたね。まあこれは7四飛車の一手で、まあとりあえず取りますか。次ほっとけば、まあ9五桂ないし7五桂のラインが生じるという一着ですね。いやもう本当に鬼辛抱ですね。確かにそうやってじっと辛抱されておくと、こっちも容易じゃないですね。まあ、とりあえずなっとくか。次、4二とから活用できれば早いですね。と金の遅早って格言がある通り、意外となんかぼんやり風なってるだけでも結構早かったりするんで、あれですね、なかなかと金は侮らない方がいいと思います。ここで来ましたね、切り札。まあ、引くか。まあ、引くとなって取って垂らすみたいな、ちょっと嫌ですね、確かにね。まあ、単に垂らす手もあるし。まあ、さすがに金上がるんですかね。金上がるのもちょっと3八とから4八ともう見え見えなんで怖いんですけど。まあ、金上がって3八とに玉引いて、と金なら金寄って固めちゃうみたいな。まあ、やってか、わかんないけど。まあそうですよね。いやー。このタイムで。まあ、寄りますね、さすがに。やっぱなんとなくこうやってなんかあれですね。ちょっと多分こっちがいいとは思うんですけど、こうやってなんか、ワンチャンスをじっと貯めて待つみたいな。こういうことされると本当に怖いですよね。まあ、取るか。気がつけば遊び銀がいいとこまで来ましたね。で、ほっとけば8六香があるんで、8七歩をちょっと逆用していこうというとこですね。相手金駒とかあれば8八銀とか打てるんですが、何もないので、現状ではまだ何もできないと。まあ、これ次7六桂同角同飛車とかなると嫌な形になるんで。なんか、とりあえずね、8六香車があるんですが、8八歩成とその瞬間捨てて、8四歩とかあるんで、まあ、しかし、まあ、打つしかないか、しかし。打って、取って、叩いて、取って、叩いて、桂打つ。金引きなら歩で寄りますね。まあ、多分いけるだろう。多分いけるだろう。気がつけば残りがもう3分近くになってしまって、ほっとけば8三香成同玉7五桂馬というラインで攻め潰せますんで、この金取りはなんか受けるしかないんですが、であれですね、単に8四歩とか打つと2歩で反則負けになってしまうので、一回この邪魔な8七の歩を8八歩成とか捨てて、8五歩同、同香8四歩とかで受けるのがパッと見えるんですけど、どうしますかね。まあそれそうだよな。3分。まあ、そうですね。で、この8四歩にどうするかが問題なんですけど、まあ、打つか、とりあえず。8五歩はちょっとなんか、7五歩とか一回貯めておいて、同飛車なら8三角成で詰ますみたいな筋が生じるんで、結構嫌ですかね、これは。おお、そんな手が。ああ、3分切ってきたな。やばいな。なるほど、こんな切り返しがあったか。いやー、なるほど。寄ると、6八桂成。そっか。いやー、そっか。なるほど、なるほど。いやー、時間がやばいな。2分いやー、30わかんない。手秒。堅く取るか。ちょっと、憂いを断ちたい。わかんないけど。ちょっとね、こっちはもう薄いんで怖いですよね。いやー、なんかもうめちゃくちゃな気がするけど、
とりあえず玉頭の手厚さを維持したまま、なんとか戦いたいですね。8六飛車同角は、8六飛車同角7六桂は、まっすぐ立てば、多分大丈夫ですね。ここ7五、8五飛車同玉、ん？違うか。8五歩同玉、8二飛車みたいな詰めろにもなりますから、シンプルに8二飛車とかですね。飛車はちょっと渡しづらいと。さあ、どうする？まあ、取りましたね。まあ、こいつ、ほっとけば、8二飛車、8三歩、7五、7六桂とかで、8五玉、飛車成り、7六玉、6六銀とかで詰みますんで、さあ、8二飛車の詰めろをどう受けるかですね。8三玉もちょっと8四歩と叩くと、相当に危ない感じなんで、9五桂の方がいいか。9五桂で、第一感詰み筋入ってる感じしますけどね。なるほど。なんか、それっぽいですね。8二飛車を消しつつ、場合によっちゃなんか7四玉とかよろけて、角をなんとかしようと。なるほどね。それっぽいけど、しかし、桂打って詰んでるか。桂打って、8三玉は8四飛車、かわす、なる、取る、叩く。で、かわすと金なんで取るしかないんですけど、8四香取って、どっちかわしても頭金ですね。まあ、詰んでますね、これは。頭金まで詰みです。まあ、危ない将棋ではありましたが、なんとかね、最後。8五玉とかわす手もありそうなんですが、まあさすがにそれも、飛車をちょっと離して打ったりして、まあ中合いはあるけど、ぱっと見は詰んでる感じはしますね。確か8五玉の変化意外と、あれか。意外と、あ、でも、9六金打って、逃げて、金すぐ。ん？あれ？ 8 五玉の変化が。しかし、7七桂跳ねて、王様かわして、飛車打って、あ、詰んでますね。よかったよかった。多分詰んでますね。ということで、まあ、香車と王様の田楽差しがかかってるんですが、飛車打って詰んでますね。1分これで30香秒。車を取って、しまえば詰みですね。先ほど言った8四香同玉、ごめんなさい、8四香に、4玉も7玉も、7五金までの頭金と、まあ、先ほど頭金と言ったんですが、まあ、ここで頭金が実現するということですね。7二玉も8二金だし、7四玉も7五金、9四玉も9五金ということで、いずれも詰みですね。ありがとうございました。ということで、感想よ戦やっくていぞきやったいと思た。います。しかし。はい、それでは感想戦やっていきたいと思います。まあ、あれですね。雁木に対してもうガンガン、6二銀、プロの実戦で7二銀と上がった手もあったんですけどね。銀はどうも、AI 的には上がらずに飛車の横利きを通しておいた方が安全みたいですね。例えば3二金に、3五歩は指しすぎで、まあ、同歩、2六銀なら4五歩とついて、これはちょっと、角交換して5五角のラインもあるので、まあ、向こうがやれているというところですね。まあ、ということで、3二金なら無難に7八銀とかで駒組みになっていくんですが、まあ、これなら一局というところですね。ちょっと銀上がった手が危険ですぐ3五歩が成立しました。なので、まあ、雁木に組む人は、銀を上がらず先に3二金ですね。これでもやっぱり、まあ、駒組みした後に急戦は入るんですけど、まあ、少なくとも3二金の方がいいという感じですね。で、3五歩と行きました。仮に同歩ですと、2六銀と上がる手があります。で、4五歩なら、今度は3三角成同桂に一発角を置いておく手があって、あ、5五の方がいいんだ。6六だと、360円で、ああ、なるほどね。5五の方がいいのか。
あ、普通に7七角って言おうとしたんですけど、あ、これいい手ですね。6四角を防ぎながら3三角成り見してて、仮に6四角なら、まあ、同角でもいいし、あれですね。あ、やっぱり、そうですね。3三角成は4二金があるんですが、同角同歩、今度こそ7七角と打って、6四角の反撃がないので、先手が、勝勢って出てますね。駒の損得ないのに、調整か。まあ、3二金なら3五銀と上がって2四歩や3四歩が受からなくなるので調整ということですね。なるほどね。まあ、ということで、3二金の方がいいんですが、これで3四歩同銀3八飛車として、まあ、次の2六銀もしくは4六銀が非常に厳しいというのが、まあ、これ結構プロの棋譜並べとかやる方、プロの将棋でこの形見た人いると思うんですけど、まあ、まさにそんな感じですね。で、8五歩に、まあ、一回2六銀利かしてみようかなと思っていきました。で、4三銀と引かせて、3四歩と打って、先手がパッと見は好調な流れですね。で、ここで7七角もあるんですが、まあ、あまり8筋受けなくてもいいかなと思ったんで、7八銀と上がってみました。まあ、角上がれても全然いいんですけど、まあ、銀上がって、8六歩、同歩、同飛車で、まあ、7七角と、ちょっと挑発的な指し方をやってみました。で、ちょっと、やっぱり、2筋に戻るようだと、後々、3五銀が厳しいということで、7六飛車だったんですが、やっぱり、3五銀とね、手順に2六飛車を消しながら、攻めに活用して、ちょっと良くなったかなという手応えがありました。で、ここであれですね。1四歩、ああ、こんな手あるんだ。2四歩なら、同歩。で、同銀は2六飛車でハマっちゃうんで、2八飛車と回るんですけど、まああれですね。まあこれで8八歩とか打って、同角、3六飛車とね、裏側を取りに行って、まあ、こっちが優勢なものの、まあ、少し怪しい部分もあるということですね。なるほど。まあ、ただ、やっぱちょっと6一金、6二銀の壁銀が、壁系がすごい辛いんで、先手がいいのは間違いなさそうですね。ということで本譜は7二金から6一玉と、8二歩を消しつつ、左辺に囲いを作ろうとしてきたんですが、2四歩同歩2三歩が、強烈な利かしになりました。3一角もあるんですが、やっぱり4四銀がだいぶきつそうですね。7七飛車成から4四銀なんですが、4一飛車と打って王手銀取りがかかるので、これは先手が成功。また、同銀と取るのも、同角3三歩に、シンプルに2二銀と打って、これはやっぱり先手の攻めがきつそうですね。まあ、ということで、実戦は同金と仕方なく応じてきたんですが、2四銀とやっぱり取って、2七歩同飛車2六歩に、まあ、2三銀と踏み込んで優勢になりました。まあ、ここは銀なるかならないか迷ったんですけど、まあ、どっちでも、ならずの方が良かったですかね。ちょっとここは分かんなかったです。どっちがいいのか。で、実戦は5二銀と、引き付けていきました。6五角を消して、王様固めて、実戦的な手ですね。で、8二歩と打ったんですが、まあ、同金と取らせて、壁にしようという手ですね。で、8三歩、同金に、6五角取って、いい感じになりました。斜め飛車と、まあ、飛車と金両取り、同時に防ぐには飛車引くしかないんですが、成銀取って、7二玉に、まあ、3三歩成と、平凡に攻めて、いい感じ、優勢という手応えがありました。で、5八金、3八と金。で、一回7九玉と逃げたんですが、普通に9五桂と攻めた方が勝ち味は早かったみたいですね。ただやっぱり、実戦的に囲い作っておく方がいいかなと思ったんですけど、あんま良くなかったみたいですね。で、ここで8七歩が、パッと見はすごくいい手に見えたんですが、平凡に2九飛車成から5九と金を狙った方が、まあ、どうも良かったですね。まあ、ただ、8七歩普通に実戦的にすごく嫌な手でした。4二とから、1一成銀と、まあ、嫌な手なんですけど、やっぱり香車を手に入れて8六香があるので、8七歩、疑問手という感じですね。まあ、たまたま1一成銀と香車を取る手があったので、ラッキーだったなという感じでした。で、8六香車に、これ強烈ですね。ほっとけば8三香成から7五桂ないし9五桂があるので、8八歩成から連打の歩で受けてこられたんですが、まあ、9五桂馬と置いて筋に入った感じがしました。一発7六桂ですね。あ、これ逃げればよかったのか。9八玉の方が勝ち味早かったですか。
6八桂成なら、まあ、8三桂成から一回、そうですね、8四香同玉、あ、9五金で積んじゃってるのか。なるほど。で、7五玉なら、ああ、7六歩とあえて角取らして、6五玉に。これは美しいですね。なるほど。あえて角取らして、金打てば詰みだったのか。まあ、ところで本譜、ちょっと同角からばらして、安全にして勝とうと思ったんですけど、ここ8五歩ありましたね。いやー、こんな手見えないようじゃ、あ、でも、難しいな。同玉に8七銀か。なるほどね。これで、7七飛車成は同桂が逆王手になると。いやー、強いな。よく読んでるな。なるほどね。なるほど。8七銀、8五歩から8七銀ちょっと見えてなかったです。もうちょっと8六金と打ったんですけど、あんまり良くなかったみたいで、7六桂もありましたか。まあ、これはまっすぐ上がる予定で、大丈夫と見てましたけど、まあ、結構8五金打たれて際どかったみたいですね。そっか。まあ、9五金とかで外しちゃえば勝てるんですけど、実戦的にちょっと気持ち悪いですね。で、本譜8二香車と、これまた怪しい手が来たんですが、7、8五玉に、もしこれ、あれですね、7六桂に8五玉でしたら、まあ、7七桂馬と跳ねまして、8六玉なら、8七銀、7五玉、6五金という、まあ、ちょっと8四に逃げられないので詰みになってました。あと、まあ、あれですね、9玉と本譜引いたんですが、9五飛車、8三玉、8五飛車、で、7二玉に、飛車切りから一気に詰まして勝ちということになりました。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。